ウルリヒザイドルは、オーストリアの映画監督、脚本家、映画プロデューサーである。オーストリア北部のホルンで、厳格なキリスト教徒の家で司祭になることを、期待されて育った。初期は主にドキュメンタリー映画を制作。1990年の、グッドニュースでは、平凡な新聞販売員を、1995年の、ティリシャ・リーベではペットに異常な愛情を注ぐ人たちを、 1998年のモデルズでは2009のモデルの華やかとは言えない生活をカメラに収めた。予測された喪失では山形国際ドキュメンタリー映画祭優秀賞を受賞。2001年初の本職の俳優を使った長編映画ドッグデイズを制作。第58回ベネツィア国際映画祭の審査員特別賞を受賞した。2003年に 自身のプロダクションを設立。2005年にはモスクワ国際映画祭で審査員を務めた。2007年にはインポート・エクスポートがカンヌ国際映画祭に出品。続いてパラダイス三部作を4年かけて制作。生を求めてケニアに旅する中年女性テレサを追った第一部パラダイス・アイは2012年のカンヌ国際映画祭コンペティション部門で上映。 2013年のオーストリア映画賞で作品賞と監督賞を受賞した。経験な布教活動に事故を生み出すテレサの姉、アンナ・マリアの生活を描く第二部、パラダイス、神は2012年のベネツィア国際映画祭にて二度目となる審査員特別賞を受賞。青少年のためのダイエット合宿で恋をするテレサの娘、メラニーが主人公の第三部、パラダイス。 希望は2013年のベルリン国際映画祭に出品され世界三大映画祭で立て続きに好評を得た。妻はかつての助監督、共同脚本家で、現在はジャーナリストのベロニカ・フランツ。現在はウィーン在住で二人の子がいる。俳優を使っていても限りなく、ドキュメンタリーに近いテイストで撮影する。脚本を最後まで完成させず。 準備段階や撮影中に起こる出来事も映画に取り入れる。広角レンズの固定カメラによる長回しや BGM を挟まない淡々とした描写が特徴。社会の中の孤独、不満疎外といった主題をテーマにすることが多い。ジョン・ウォーターズ、ミヒャイル・ハヌケといった監督の絶賛を受ける。ベルナー・ヘルツオークは好きな監督十人の一人に挙げ、私はドルほどには 地獄の部分を直視していないと評した。ありがとうございます。